2月の寝台打ってみた。今回実践するのはサミー様の新北斗無双第4章でございます。大当たり確率が 319.7 分の1、厳冬ラッシュ ST 突入率が 51% となっており、そのうち 5% が約3000個の出玉がある究極ボーナスになっております。で、残りの 49% なんですが、こちら厳冬ラッシュ着回転の時短付きのラッシュとなっております。でその中で引き戻し確率としては 29.3%、 要は3分の1で新厳冬ラッシュに突入するということになっております。で、初当たりは900個、右打ちであれば1500個となっており、右打ちは全て1500発、プラス今回新たに北斗無双3000発のボーナスプラスアルファが用意されておりますので、出玉感が期待できるのではないでしょうか。と、先読みのカスタム、ギガクラッシュカスタム、プレミアムアップカスタムとありますけども、僕はノーマルモードでプレイさせていただきます。そしてまっちゃんはギガクラッシュカスタムをオンにしてプレイしたいと思いますので、どうぞ結果を見守っておいてください。よろしくお願いします。それでは実践スタートいたします。青保留来ました。さあ、こっから戦いが、いや、カスマントもまだ弱いですけども、4、赤保留、赤保留出た。本日初めての赤保留。先輩図柄は4で237回転目、これは行くでしょう。コンボラッシュ特にするでしょう。今回の赤保留はどうなんでしょうね。初めて見たんで。今度行きました。文字の色は黒ですね。15からの、はい、22プラスの43。56、まだ弱い。さあ、からの、あ、95へ、92コンボです。あ、金保留、金保留出た。これは、モロタか。37回転目、4図柄で大当たりです。あー、よかった、金保留。あー、今回は行くか。さあ、金保留の新かない。こんなことある？5回連続減糖ボーナスです。この100回転に金色が光ったら新減糖ラッシュ突入です。さあ、行きましょう。ケンシロー、ケンシロー、あの、当たったときに人は苦しまねばならない。愛ゆえに
注目すべきはここです。あ、光りました。ケンシロウが
が光りました。ということで、こちらも当たりになります。上がれ、上がった、まだまだ上がれ、ずっと全然深い。全治郎告知採用いたします。1500発のボーナスが4回で、出玉が6870発となっておりました。よし、行きます。まさか1500以上。
勝者の権利確かに味わった。76%。
キャラクターが欲しいければ、ワードを選択したいと思います。ということで、2月の新大新北斗無双第4章遊戯してみましたけども、現在ホールで人気を博しているリゼロ鬼がかりバージョンであったり、あとはエヴァ汗の方向をのいいところを集合させたような機械となっています。打ってみた感想なんですけども、非常に大当たりの消化が早いなと。100回転あるんですけども、サクサクと消化して、でサクサク大当たりを引けて、まあ、時速も速いんではないかなと思いますので、ぜひ一度法で見かけたら北斗無双をお遊戯いただければいいんじゃないかなと思います。僕の引きでですね、3000の上乗せはできませんでしたが、ホールでは3000円の上乗せ、4500、6000と皆さん上乗せしていただければなと思いますので、ぜひぜひ一度ご遊戯くださいませ。気に入っていただけたのであれば、チャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。